こんにちは。今日は AI による自動文字入れアプリの紹介をしますね。ブリューというアプリです。これがあれば面倒な文字入れ作業が楽にできます。2倍速で再生しています。こんにちは。ちょ、なんか何もしてないのに疲れた顔してるな昨日と今日とね、ちょっと頭痛に悩まされてまして、原因不明です。原因不明、天気が崩れてくるのかなと思うんですけどね、もうこのね、お天気原因の頭痛と体の痛みはもういつからだ。22年2月2日からだからもう10年の時代ですね。 100% 確実ではないので少し手直しが必要です。根本をと思ってもなかなか何が根本だろうっていうのがあって、それでもほとんど正確に文字を起こしてくれますので、すべて手作業することを考えればかなり楽ですよ。ちょっと涼しいかもしれないです、今もいい風吹いてて秋深まってるなっていう感じがしますね、秋といえば行楽の秋、スポーツの秋。あとは滑舌よく話すのが手直しを少なくするコツですね。多少体重が増えてもね、冬の寒さをしのぐための準備だと思えば、暖かくなったらまた考えましょうね。ね、それでもあれですね、コロナ予防の観点でね、マスクをしていることであれですね、風邪もひかなかったですね、おまけでね。参考になりましたら皆さんも文字入れ動画にチャレンジしてみてくださいね。アメリカ本土から観光に来た人、2週間の待機期間を撤去するとね、着いてから2週間はホテル缶詰っていうのがなくなるみたいですね。で、順次日本からも、ハワイ行った人に対する2週間の滞在も解除する準備に入っているそうですので、少しずつ世の中が動き出すかな、どうかなっていうところですね。ね、長いですよね。でも来年すぐ元通りになるわけじゃないからね、まだ何年間かはこういった過ごし方が大事になってくると思いますけど、その中で規制が少しずつ緩くなってね、動きやすいっていうか楽しみやすくなっていくと期待したいですね。ね、今日は暖かいにしてもよかったな、冷たいのかったけど、ね、先日ね、日曜日に大きなイベントあって、やっぱり久しぶりにああいうのに顔出すと次が待ち遠しくなっちゃいますね。ずっとこう我慢して我慢に慣れてたけど、一度あれで騒いちゃうともううずうずしちゃってね、たまんないですねでも今度日曜日にね、豊川稲荷ホイトモサイね、高校からのお世話になってる人が旗振りで、豊川のボスが頑張ってますんで、で行きませんかっていう声もいただいたし、日曜日は行ってこようかと思います。多分お昼からになると思いますけど、ね、まあ、そこ行くにもマスクもちゃんとしてね、ちゃんと対策をして、家族にも周りにも迷惑をかけないように楽しんでこようかなと思います、どうですか、何かいいことありますか。毎日同じことの繰り返しだけだとね、マンネリしちゃうっていうだけじゃなくて、ね、やっぱり楽しい何か目標っていうか、何かスケジュールがあると気分も違いますからね、さあ今晩は冷えそうですね。風邪ひかないように過ごしてくださいね、最後までご視聴ありがとうございました。